おはようございます、シュウです。今日はですね、先日大失態を犯したニコニコオフロードにガスガスさんと行きます。完全なリベンジとなりますが、前回ですね、路面がですね非常に悪かったということで、今回はですね、晴れが続いた次の日に行こうということで、ずっと晴れが続いてましたんで、今日はですね完全にドライじゃないのかなということでですね、リベンジをしたいと思っています。ちょっと怖いんですけどねということで、これの行きますか、シュニコニコオフロードに行きます。うぅー、今守谷サービスエリアでガスガスさんに会いました。ではこれからニコニコオフロードへ行きます。うわー、今日めちゃめちゃ天気いいんでね、大丈夫でしょう。ニコニコオフロード着きました。今日は1000円払わしてくれよ。今日は1000円払わしてくれますね。あ、いいじゃないですか。よし、ちょっと走る前に徒歩で確認が必要ですね。いやー、この前落ちたとこだよなこれ。あ、ちょっと湿ってねえか。またここだよな、落ちたところ。あ、でも草がなくなってるね。あ、草がなくなってるね。うわ、やべえ、またなんかぬるっとしてねえかこれ。ここですよ、落ちたところは。あれ、うわー、やっぱ怖えな、やべえかも。なんか前と変わんないような気がするんだけど。やべえ、しっとりしてますね。うわー、こマジか、カラッとしてねえな。今日は俺から行くことになりました。じゃあ行きますか。じゃあ行きます。おお、おおおおおおお。How could I know your loving must be believed in? Being a half man of love. あ、やばい。マジか、抜かったよ。そこで滑ってコントロール失いました。
すげえ。あ、すげえ。上がった。上がったと言っても、俺が上げれたわけじゃないんだけど。やっぱこれですよね。ぬるっときて、リアがこう、滑ってこう、こうなっちゃったんですよね。ああ、やっぱそうですよね。そうですよね。あそこも上り。おお、怖えなー、もう。ただただ怖えな。おお。やばすぎる。いやー、つるっつる滑りますね。おおおおお、ほら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 、上がれんのかなこれ。もう完全に空転しまくりで、いや多分このタイヤじゃ無理だな。全くもってグリップしてねえもんな。この坂はもう登れないということで下山します。めちゃ怖えわ。もうとにかくですね、リアが滑りまくってんすよね。全く乾いてねえよ。ああ、怖えな。とにかく下に降りてえよ、もう。あれ？あ、ここは乾いてるから、まだ登るかな。うわ、すげえ、すげえ景色じゃん。もう終わりたいんですけど、めちゃ怖えよ。どうなってんだこっから。おお、怖えなー。もうなんかどんどん上に上がってね。あ、小屋に着いた。やったー、やったー、やったー、頂上に着いた。
ここが頂上か。では下山します。もう無事にも降りたいんだけど、何気に下りも怖いんだよな。下りは怖えな。もうぬるぬるはぬるぬるのチュルチュルは行きたくないね。あー、これはこれでちょっと怖えな。うわぬるぬるじゃん。やべえ。あ、めちゃめちゃ滑る。ダメだ。うわ。もう、これでおしまいです。もうニコニコオフロードは。来ないです。今常磐道に入りました。いやー、ニコニコオフロードめちゃめちゃ怖いです。ドライの日をですね狙って今日来たんですけど、もうチュルチュルベチョベチョの場所があってですね、もう全くダメでしたね。やっぱりタイヤを変えないとこれはダメだなと、今日つくづく感じました。ただですね、頂上まで行ってそこでランチを食べることができましたんで、まあもう自分の中ではこれでよしかなと、もうこれで OK だなということで、ニコニコオフロード、これで完結にしたいと思っております。次回はですね、まだ何も決まってはいませんけども、またセローで冬キャンをしたいかなとは思っています。本当しっかり走り込めなくて残念ですが、とても楽しかったです。ではまた。